じゃあよろしくお願いします。冒頭から申し訳ないんですが、皆さんにお願いがあります。実はですね、撮影用のビデオを新しくしまして、新しくしてから初めての授業動画の撮影がこれなんですよ。で、もしこう解説を見ていただいた方の中でなんかあれみたいな瞬間がもしあったら、コメント欄に書いていただいてよろしいでしょうか。で、もし全部見ていただいて特に問題なかったですよっていうのも書いていただけると助かります。まあ、自分の方でもチェックしますし、前のビデオに設定だいぶ寄せたつもりなんですけど、もしなんか違和感感じたらよろしくお願いします。ということで、今回はね、獅子の第47弾、この10問やっていきますので、ぜひね、動画止めてチャレンジしてみてください。でね、やってもらって不安だったり分かんないとこがあれば、今から自分が解説全部やっていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ画面下げますので、お待ちください。いくよ。この辺もさ、ちょっと不安ないよね。あ、意外といい感じ？ OK。では参りましょう。さてさて、まあ、今回の獅子はですね、45、46、今回の47ってだいぶこう近い都道府県をね、まあ、まとめてちょっとやってるんですよ。だからかな、結構傾向が似てるんだよね。攻めてるよね、2番から。前回もそうだったけど、で今回も、まあ、前々回ほど S 系はないんですが、ちょいちょいねやってるなってところもありますので、まあ、ぜひね、聞いてください。で、まず最初ですね。これもね、みんなあんま感じないかもしんないけど、いろんな問題解いてるとさ、これとか、おーって思うの。何かって全部マイナスなんだ、みたいなね。大体混合するんだよ。マイナスとプラス。どっかプラスにしてくるんだけど、やるね、みたいな。で、これに関しては、まあ、マイナスカッコマイナスになってるので、ここは、プラスプラスに変えることができます。つまり、2-9、まあ、プラス4っていう状態だね。で、2-9がマイナス7。で、ここ計算すると、マイナス3となります。で、2番ですね。まあ、これはね、まあ、ちょっと S 系があるとかで話をしたけど、普通に引っかかるというか、難しく感じる方もいると思います。で、まだね、ちょっとね、S 系が足らないのは、これ、ここマイナスにしたらもっとだね。うん、引っかかる方出てくるかもしれないんですが、まず、通分です。で、これは、実際に、こうなってる問題の方が多分正答率高いかもしれないです。すぐ通分で気づくから。逆にここがない方があれってなる方が出てくるんだよね。あんま慣れてないと。でちなみにここ、もともと1分のが隠れてるって考えて、これで通分します。そうするとまあ3でね、当然通分するので、ここが3分の。で、上にも3をかけるから、ここが 3x-9 になります。まあプラスもつけておきましょう。こうですね。いいかな。で、あとは通分。あ、通分、まあ、まとめてね、分子、上の部分を計算していくと、当然下の3分のは変わりません。7x プラス 3x なので、10x、プラス2とマイナス9なので、ごめんなさい、マイナス7。これで終了となります。で、ちょっとプチ知識なんですけど、せっかくなんで、入るかな。この答えもね、だいぶまあ優しいというか、引っ掛けようと思ったらちょっと数字いじって、例えば答えがさ、3分の 10x、どうしようかな、マイナス6とかにしようか。になった場合、これ何間違えるか、これ答え合ってんだよ。これで丸なんだけど、ここを約分しに行くことができます。これできないので気をつけてください。こことここは約分できません。自分がよく、同時約分っていう言葉を使うんですけど、まあこういう形ね、ほにゃらら分のほにゃらら x、まあプラスマイナスほにゃららみたいな、なってる時に、同時、3箇所全部、一気に同じ数字で約分できるんだったら約分できます。こうやったら2で約分できるから、1、5、2になるんで、まあ下消えるからね。これは OK。ちなみに同時約分って、学校で言うだよ。浮くから。俺が言ってるだけなんでね。まあ、心の中で思ってください。配置が同時約分って言ってたなって。で、これは10が3と約分できないので、できません。やると×くらいます。気をつけてください。青のインクがいっぱい出てんな。では3番いきましょう。これは前回似たようなのありましたね。3つ一気に倒します。まあ、自分はよく長い棒を書くんですけど、まずその前に、プラス、マイナス、プラスです。マイナス1個。マイナスが奇数個なんで答えもマイナスになります。で、あとは割り算の後ろにあるやつだけ下に連れてきます。つまり、マイナスは今ね、考えたんでいいとして、
4a2b、 こいつが下、一番先頭の 8a と掛け算の後ろ ab2 乗が上の分子に乗ります。あとは約分、4と8約分して 2a が2個ですね、2個で2個切りましょう。 b が1個、 b が1個切って残ったのはマイナスと2と b が残ったので答えはマイナス 2b と、これで終了となります。ではサクサク参りましょう。ルートです。割り算と足し算があります。当然先にやるのは割り算です。こっからやりましょう。で、これはね、S 系を感じますね。約分できないんかい、約分ってかね、割り切れないんかいって話だね。で、まず、まあ、割るルート2なのでこう書いときましょうか。ここが6とかね、ルート6になってればルート6割るルート2になるから4ルート3みたいなできるんですけど、割り切れないので今こういう状態です。で、下分母にルートが来てれば当然有理化に行きます。有理化をしましょう。有理化はここのルートに、下にいるルート同じものをかけます、上にもね。そうするとルートって同じものをかけるとルートが外れる、つまりルート2かけるルート2でここは2になります。そうすることによって2と4が約分できるね。そうするとここが2、つまり2ルート6、まあ、ルート3かけるルート2だから2ルート6になりました。これ青の部分です。で、プラスルート54、こいつは9かける6ですね。9が3の2乗なので3ルート6に直せます。つまりルート6、ルートの中身が同じになったから足し算ができるので答えは5ルート6、これで終了となります。さあ5番いきましょう。これ分数なんだよね、分数で、これ 4.5 だからさ、 4.5 って考えてやっててもいいんですけど、まあこのままいきましょう。で、ルート n になってるので右側も左側も両方ルートにします。全部ルートの世界の話に落としていく。で、まずこっち簡単なんでいきましょう。ルートに直すときは2乗すればいい。つまり5は2乗するからルート25と一緒です。はい、この子2乗する、下を2乗すると4、上を2乗すると2乗すると81なんでルート4分の81です。さあ4分の81っていくつかっていうと、まあ81割る4をやればいい。もちろん筆算してもらって構わないんですけど、これ20.25 か、こうなるかな、ルート、さっきもともと 4.5 だったんで 4.5×4.5 してもこの数になるからどっちでもいいんですけど、こうなりましたと。つまりルート n はルート 20.25 から、まあ、ルート25、この間にある数って考えていく。だから n は20は入んないね。20.25 スタートなので、21、22、23、24。で、これ25は入りません。ここにイコールがあれば、25も入るんですけど、イコールがないので入らない。つまりこの4つですね。ただ今回は、自然数 n の個数を求めよって言ってるんで、この数書かない。すべて書きなさいだったらこれが答えです。今回個数なんで、そのまんま4個あったから4個と書いて、これで終了。これ今日気をつけてね、答え方両方のパターンがあるので、すべて書けだったらこっちで、個数だから4個、こっちですね。さあよく見る反比例、反比例ほんと最近よく見んだよね。まず反比例といったら y イコール x 分の a ね。で、もしくは a イコール xy っていうのも計算でよく使う。これセットで覚えておきましょう。反比例といったらこいつです。で、まず x がマイナス3の時に y が8。ここセットね。セット。x がマイナス3の時に y が8ですよって言ってるから、この2つの数字を同時に使いなさいと言ってます。同時に使えと。だからまずこれ入れるの。で、もちろんね、こっちに入れた方が早いので、入れると a イコール x かける y。マイナス 3×8 だからマイナス24です。で、y イコールマイナス x 分の24。つまりここに a にね、マイナス24戻したんですけど、式が分かりましたと。もし式を出せというわけだったらこれが答えなんですけど、もう一歩先があると。じゃあ、
x が6の時の y はいくつなのっていう、ここね、がいくつなのってなってるから、今出た式に x が6、 x に6だけ突っ込めばいい。ここにね、6を突っ込む。あとは約分です。約分するとマイナス4なので、答えは y イコールマイナス4と、これで終了ね。7番ですね。面積が15平方センチメートルの三角形の底辺の長さ、ここが A ですね。底辺が A、高さが B で、面積が15です。その時、B を A の式で表せね、これよく出ますね。 B を A の式で表せと、これは B を A の式で表せって言われたら、答えを B イコールほにゃららにしなさいってことね。X を Y の式で表せだったら、 X イコールほにゃらに答えを書けって言ってるの。これがルール、まず覚えて、 B をって言ってるからね。じゃあどうするかって、もちろん一発でいける方は言っても構わないんですけど、もう三角形の面積だから公式通りいきましょう。公式通りね。どうやるかっていうと、公式は底辺×高さ×1/2、まあ、もしくは割る2でもいいけど、×これが三角形の公式です。底辺×高さ×1/2、これが今15って言ってるから、もう式完成です。あとはこっから B イコールに持っていけばいい、式を改造してね。で、自分は分数邪魔なんで分数先に切りましょう。両辺に2をかけます。1/2を消すためには2をかければいいから、2をかけてこいつが消える。ただしこっちにもかける必要があるから30になります。つまり今 AB イコール30になりました。さあ A が邪魔です。で、 A をなくすためには、ちょっと書いた方が、 AB イコール30になった、これをなくすためには1/A をかけるんです。だってそうしたら約分で消えるんだもん、 A が1になるからね。ただし、こっちだけにかけるのはルール違反なので、当然こっちにもかけてくださいっていう話。で、そうすればこっち B だけ残るから、B イコール1/A となって、これで終了となります。さあ、8番ですね。二次方程式がありますと。で、解の一つが2と書いてあります。二次方程式、まあ、x2 乗が入っている二次方程式は基本的に答えが2つあります。x がほにゃららとほにゃららっていう。もちろん重解と呼ばれていて、2つの数字が同じ数字になる。答えがマイナス5とマイナス5だから、マイナス5とマイナス5って書く必要ないじゃん。ただマイナス5って1個だけ書くパターンもあるんだけど、基本的にまあ2つ出てくる。で、そのうちの答えの1つ、書いて答えね。答えの1つが2ですよって言ってくれてるの、答えを。で、A の値、こいつと、もう一個の答えも出してくれと言っております。じゃあどうやるかっていうと、答えが分かってるってことは、これ x2 なんだよね、答えだから。答えだ、 x2 に代入しちゃいましょうぜっていう話で、代入していくと2/2なので4、ここ代入すると 2a ですね。はい、こうなる。で、これ解くと、ちょっとまとめましょうか。2a イコールマイナス8なので a イコールマイナス4となります。ほら a 出たでしょ。で、あともう一個の答えも出さなきゃいけないので、じゃあ a イコールマイナス4を最初のここに戻します。2を入れた状態じゃないです、元々の最初の式に戻してください。そうするとちょっと切りますね。 x2 乗、マイナス4を入れるとプラスに変わりますね。プラス 4x マイナス12イコール0と。で、因数分解して二次方程式解きます。足してプラス4かけてマイナス12になる数字のコンビはプラス6とマイナス2ですね。この数字のコンビだったら足してプラス4かけてマイナス12になると、つまりこっから導き出される答えは x イコールマイナス6と2です。普通に解けだったら。で、やらかすのがね、これ勢い余って両方書いちゃうっていう。答えの欄に A イコールマイナス4、X イコールマイナス6と2って書くと罰食らいます。なぜなら、もう一つの解を書けと。2は分かってると。同じだから、ここ。だからもう一つの答えはって言われたら、X イコールマイナス6と。これを書いてください。いいかな？さあ、あと2問でございます。で、次がですね、y イコール x2 乗、2次関数で、
X も Y の変域も書いてあって、変域の中に文字が入ってるパターンですね。皆さんが使ってる学校のワークとか問題集にも絶対ある。この変域のところ。で、多分ちょっと最後の方にある。若干難しい方なんで、これはね。で、やり方としてはですね、まず簡単なグラフを書いてください。で、グラフのポイントとしては、厳密じゃなくていいです。下のカーブ。まあ、下に凸ってやつね。下のカーブか上のカーブか、これだけ間違わなきゃいい。で、今、y イコール x 二乗だから、正だよね、ここ。1だから。ってことは、下のカーブ。下に凸でしょ。みんなも適当で構わないんで、まあ、原点通って、下に凸、ちょっと、あ、もうね、あっちが薄くなっちゃったけど。だけ書いておきます。直したくなりました。あの、顔ねえや。で、なると。で、これだけちゃんとやっていくと大丈夫です。で、どうやるかっていうと、まず x なのね。a から2なんです。右は2って決まってるので、まあ 2ってこの辺かなってところに打ってください。で、打ち上げ花火打ちます。ぶつかるように。こうやって。で、もともと式が y イコール x 二乗って分かってるので、ここもすぐ分かります。x が2の時の y はいくつって代入するだけだから2の2乗で4だよね。ここに2を代入すれば y イコール2の2乗だから、すぐ出てくる。で、a がどこか分からないんですよ。分からないんですけど、まあ、右に2があるからさ、A は左側にあるんですよ。で、どの辺にあるかなって。ちょっとこの辺適当に打ちます。こうやって。で、打ち上げ花火します。こうやってね。で、ここがね、まあ、分からないわけですよ、今。で、どうするかなって考えるんですけど、ここで Y の変域、これが大事です。もともと変域っていうのは、X がまあ A から2なんですよね。A から2までのこの間だけグラフを考えてくださいと。みんな消さなくていいからね。言ってしまう。ここのグラフだけ考えますよって。で、Y が0から9っていうのは、一番高いところが9で、一番低いところが0ですよと。変域はね。一番低いところ0はここだよね。当然通ってるから今。0になってますと。じゃあ9はどこでしょうかって言ったら、一番高いのここだから、ここが9なんです。9。つまり、ここの座標っていうのは A の9なんだよね。A の9。だからそれをあと代入します。ここの座標が A の9なので、A の9。それをここに代入すると、9イコール A の2乗。で、これを解くと、これ逆にしよっか。A の2乗イコール9で、2乗を取る代わりに、プラスマイナスルートをつけます。これ二次方程式の解き方ね。2乗を取る代わりにプラスマイナスルートがつく。でもルート9って3でしょ ?3 の2乗だから。だから A はプラスマイナス3になりました。じゃあこれこの答えで書いちゃおうっていうと今回×になります。なぜかっていうと結論から言うと A はマイナス3です今回。プラスはなりません。なぜか。もし A がプラス3だったらここが3になりますよね。おかしくない ?X は A は2よりこっち側にあるって言ってんのに3ってこっちだぜ。ありえないよね。絶対取れないと。ということで、マイナスの方でも取るというふうに判断してください。で、10番ですね。ちょっと長いんですけど、まあ、この辺出しておきましょう。問題文ね。中3の70人に夏休みに読み終えた本の冊数をね調べたら、中央値が 6.5 冊でしたと。で、この結果から必ず言えることについて述べた文として正しいものを A から一つ選びなさいと。でですね、ちょっと答えに行く前に一つ余談なんですけど、このタイプの問題ね、まあ、てか中央値とかさ、この辺の平均値もそうだし、あと階級値とかあった時にやっぱ多いんですよ、この問題。受験本当によく出る最近で、こう、該当するものを今回、ああ、いい上から一つ選びなさいとか、まあ場所によっては二つ選びなさいって出てくるんですけど、これ難易度がぐっと上がる問題があって、これ丸バツつけなさいが出てくる、あるのね。例えば、四つ、ああ、いい上があって、合ってるもの、必ず言えるものには丸。必ず言えると言えないもの、まあ、必ず言えないもの、まあ必ず言えると言えないものか、にはバツをつけなさいみたいな。自分が解いてる中でまだ出会ったことはないんですよ。これ定期テストで出してる先生はいたんだけど、昔。で、こうなるとかなり難しい。正直。なので、今回、まず答え言います。で、それがなんで答えが合ってるかってことも話すんですけど、ごめん、言っちゃう。残りの3つ、だから違う3つだよね。に関しては何が違うのかっていうのをちょっと説明するので、興味ある方はそこも聞いてください。
丸付けだけ、答えだけ知りたいよっていう方はその部分で止めてもらって構わないので、ちょっとうまく使ってそこはね。で、結論から言うと答えはイです、これ。青。トイ。青だな。順番的にね。答えはイ。ちょっとこっち流しておきますね。イを読みます。3年生70人が読み終えた本の冊数を多い順に並べたとき、多い方から数えて35番目と36番目の冊数の平均が 6.5 冊でしたと。で、これ何言ってるかっていうと、中央値じゃないですか。今回主役は70人いますよね。70人の中央値ってどこかっていうと、まあ、ブワーって並んでるんですけど、35番目と36番目。ここの間が中央値になります。間が中央値です。70人っていう偶数人数だからど真ん中が決まらないんだよね。もし71人いた場合は左に35、右に35いれば77、7と70使ってるんで、ど真ん中の36番目の人が中央値って決まるんだけど、偶数なんで35と36の間になる。イメージとしてはね。で、結局この2人の、まあ、答えから言うと平均を取ったものが中央値になります。例えばこの35、まあ、ちょっと多い方から数えた時か、じゃあこっちを多いにしようか、こっち多いでこっちを少ないってした時に、まあ、多い人数が分かんない、10冊9冊とかなってって、ここが7冊でここが6冊になったら、これまあイメージでさ、7と6度ちょうど間だから 6.5 ってみんな思うだろうし、この2人の平均っていうのは足してその人数で割ります。つまり足すと13、今2人の平均を取ってるから13割る2をするんで 6.5 って出るんですよ。で出るし、別に7、6じゃなくてもいいわけ。この子が8冊でこの子が5冊でも構わない。だって足したら13でしょ、これ13で割って割る2すれば 6.5 じゃんか。つまり結局中央値っていうのはこの間にいる間にいる偶数人だったらこの2人だけが問題なの。あと別にどうでもいい、言ってしまえば中央値に関してはね、まあ、もちろんこうやって並んできた時の問題も出てくるけど、大事なのはこの2人になるから。だからイのその35番目と36番目、この2人の平均が 6.5、 これは絶対言えることっていうんで答えになります。いいかな。じゃあここまででね、興味ない方は聞いてもらって構わないので、まあ、ささっといきましょう。ちょっと動画も長くなってるんで。で、まず、70人が読み終えた本の冊数の平均が 6.5。これ結構間違えます。中央値っていうのが全体のど真ん中ってやっぱイメージがあるので、平均ってなんか全体のど真ん中ってイメージがあるじゃん。全部計算して。あ、同じなんか平均と同じ似てる感じだよね。じゃあ、あでいいかなみたいな。結構なりがちなんですけど、これは違うと。結局、まあ、さっき言ったように、ここが問題なんだよね。だからここがこうなってたとしても、例えば多い方がさ、もう50冊みたいな超読む子がいっぱいいると。で、少ない方が全然こう36番目が5冊なんだけど、あとみんなも5みたいななってると、少ない方が全然いなくって多い方がめちゃめちゃいることもありえるわけ。結局中央値はここだけが問題だから、ポイントなのは。あとの人数がどうなっていたとしても、35番目と36番目がこうなってればいいわけよ。で、これさ、明らかに多い方がさ、ガンガン読んでるから、平均 6.5 にならないんだよね。こっちの方が、多い方が引っ張っちゃうから、人数として。だから、絶対は言えない。もちろんなることはあるよ。平均がね、6.5 になることはあるけど、絶対じゃないっていう。で、うの読み終えた本の冊数のうち、最も多い冊数と、最も少ない冊数の平均が 6.5。つまり、先頭の1番目の人と70番目の人の平均はって、これも関係ないよね。50冊と5冊もあり得る。この2人足したら55、割ったら 6.5 になるわけがない。22.5 かな。だから関係ないというか、必ずならないと。なることもあるけど、絶対必ずなるわけじゃないよっていうのは、うも違う。で、絵に関しては、読み終えた本の冊数の度数分布表、今回ないですけど、度数分布表に整理したときに 6.5 冊を含む階級の度数が最も多いと。だよく、まあ、どういうね振り分けをするかわからないけど、じゃあ0から10、10から20、20から30みたいな振り分けをするかもしれない、度数分布表でね。
で、確かにここ35番と36番目がここにいるかもしんないけど、だからといってここの人数、この階級が一番多いとは限らないじゃん。振り分けによるから。もちろん0から10で振り分けちゃうとなるかもしんないけどね。0から3、あ、3、なんか3から6、さ、6までまずいわ。0から2、2から4とか、そういう感じ、それもダメか。まあ、振り分けによると思うんだけど、必ずなるわけではないので、それも違うと。いいかな。まあ、必ずなるっていうところがまあポイントなんですが、中央値に関しては、ここの、こいつね。もし71人いた場合は36番目、お前だけだと。大事なのはお前の話だと。いう風になるので、ぜひね、まあ、こういうイメージを持っておいてもらえたらと思います。では、ちょっとね、新しいビデオだったんですけど、大丈夫だったかな？ぜひね、感想の方書いてもらえたらと思います。じゃあ、次回もね、まあ、今、冬休み期間になってますが、できる限り、ちょっと毎日はね、スケジュール的に難しいかもしれないんですが、いろんな詩集をね、詩集とか、まあ、こう、受験対策の動画撮っていきますので、よかったらね、他のやつも使ってみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。